はい皆さんこんばんは、えー、いつも文藝春秋の、えー、オンライン番組をご覧いただきましてありがとうございます、えー、編集長が聞く第4回、えー、ゲストに鈴木敏夫さんをお迎えしております真面目ですね感じが <laughs> いやもう真面目にやりましょうはい <laughs> よろしくお願いします <laughs> もう大雨の中をいや本当にタクシーを拾って駆けつけていただいていやあのね。 子はあの,子供の時に伊勢湾台風の時にだから台風って言うとちょっと怖いんですよねそういうのってトラウンマンになるんだなと思ってそうですよね、はい、そんな中を来ていただいて編集長が聞くというこの番組のコンセプトはですね渦中の人物 <laughs> 話題の人物にズバズバと聞きたいことを、えー、もう鈴木さんも聞きたいことがもうてんこ盛りになってるんで僕何のででもないすよね次々にもうまず超話題作の公開目前じゃないですか。 まだだいぶありますよ本当ですか、うん、でも7月の14は決まってるんですか公開日そうですよね投稿によれば7月14日ですよねか14日公開、うん、君たちはどう生きるかはい。これびっくりするぐらい何の情報もないんですけどあ、やめたんですよだからなんでやめたんですか事前に今まですごい盛り、散々盛り上げてきたじゃないですか今までは今 <laughs> まではななんていうんだろうあのねえジブリっていう会社はい。 運営しなきゃいけなかったじゃないですか。うんうん、そしたら、作った映画は、ちょっとお客さんに来てほしい。はい、で、考えてたんですよね。はい、だけど、まあ、いろいろやってきたけど、そろそろいいかな。うん、<laughs> え、そんな理由なんですか。いや、やっぱりそうですよ。<laughs> はい、いや、だって、なんか決まりきったことをね、毎回毎回やるって。 ややっっっぱり嫌ですよよねちょとと違ううころてそれが結果としては映画界にとってもいいことになるんじゃないかなってどっかで思ってなるほどなるほどみんな情報に飢えてますからそうんでっていうなで今ね情報型なんですよ明らかに確かに確かにそうその情報を確認するために映画を見に行ったりするそれは実はね過剰サービスで確確かかににお客さんにとってはねもう本当に面白いところ全部が奪ってるようなもんなんですよだから僕としてはもうこうなったらポスター1枚で。 あの,あのままでいこうとしてるんですかあれね本当はもう1枚ぐらい作ろうと思ってたんですけど何な,な,な,なんですかタみたいな何か,か何も言わないですけどね <laughs> あのビジュアルは <laughs> でもね僕はあの「風の谷のナウシカか」かな、はいはい、ずっと映画やってきて、えー、宮崎駿が初めて本当に褒めてくれましたっえあのポスター、うん、今までやった中でね、はい、一番だって それがヒントになったんですけどね、一つはね、じゃあこれだけでいこうって、だから予告編も一切なし、テレビスポットも一切なし、全部やろうって、新聞広告もなし、なし、いや、お客さん潜在的にはそれを望んでるはずだろうこれが本心ですよ、本当に。でも、事前情報はタイトルとポスター1枚ですね、そう、そうしたらね、みんな想像がね、膨らむじゃないですか、そしたらうれしいですよね、絶対。確かに なんかそこで笑ってなんか嬉しそうにされてる。早いもん。だからそれをやろうと思ったんですよ。でそれがね結果としてはう、はい、もう皆さんねまあ僕これねちょっとタイトル言いそうになって今やめるんですけれど、はい、ある作品なんかね、はい、アメリカのやつです、ね。はい、招待作、はい、ね。 要するに夏に同時期に公開、はい、そしたらね横編を3つ作ったらしいんですよね順番にその3つ見るとね中身全部分かるんはどう思いますよ。はいはい、である人がそれ見てね「もう行か,なく行かない俺は、うん」あ私は行かないって言うんですよだからそれの逆ですよね逆張り。 でそれが多分お客さんにとってまあいろいろあるかもしれないけれど一番喜んでいただけるんじゃないかこれです本当に思ってますなるほどそれは鈴木さんのアイデアなんですねこれだけもうそうですだから本当本と言うと宮崎がねあの僕実を言うとねあるところでそれを言って喋って本当は宮崎がいたんですよで僕が最初に喋って宮崎が登場してみんなの前で喋るという機会があったんですけれどいきなりね大丈夫って言ったんですよ まあね、ちょっと不安になってるんですね。あはね、その宣伝しなくて大丈夫なのかっていう、うん。で段々分かってきました。なるほど。なかなかちょっとこの鈴木さんの口を割らせるのは難しそうですね。いやいやそのことない。大したあれじゃないですもん。いや本心なんだもん。だから僕まああの世にね僕よく言われてるんですよ。あの政策委員会ってあるんですよね。はいはい。 で、あれをね、作ったのはお前だろうって言われて確かにそうなんでそしたらそれをやめちゃおうかなと思ったんです。今までうん十年やってきたことをねちょっとやめてみるそして今までやってきた大宣伝これもやめてみるそれがねなんかもしかしたらお客さんへのサービスになるかなってまあでででももそそううかしれないすす。本当に思ったんだからピュアですよ。 ファンタジー活劇みたいなことは言われてるけど、それはそうなんですか。そう言ったんですけど、本当かなって今日でどっかしてるんですけれど、<laughs> <laughs> <laughs> あのでも。まあ僕は面白いと思いましたよ。あ、そうですね、うん。あの見てて。はい、まあよくあんなもん作るなと思って。まあ信じられないですよ。本当にその同名の吉野源三郎さんの作品。 とはやっぱりそれなりに関係があるんですか。それは何の関係もないですよね。そうなんですか。言い方が悪いんですけれど、何の関係もないっていうと身の蓋もない言い方なんですけれど、彼がね、要するにあのある時、まあ当時古本屋さんってねいっぱいあって、町の中にもね。実はそこでとね偶然見つけたのが君たちはどう生きるか。あ宮崎さんが。そう。こ彼がそれを見つけて。 ね読んで涙するわけですよ。で多分中学ぐらいだと思うんですけどね。でなんか残ってた。そうするとまあこうやっていろんな作品作ってきたけれど、今回ねやるにあたってそれを持ち出してきたんですよ。持ち出してきたっていうのは中身じゃないんです。タイトルなんです。タイトル。君たちはどう生きるかどうかな。で僕は本当のこと言うとね、ダメだよなこれと思ったんですよ。そのタイトル。もうだってこんな堅苦しいタイトルないじゃないですか。 それ言われたのはねこれはもう正確に言いますとねえっとね2016年の7月1日かなよく覚えてるんですよよく覚えてますね言われてねそれ言われてねもう今だから7年くらい前ですかそうですちょうど7年はいれでいやこれねかたいなと思って僕信頼する東方のね市川南ってい川んでどうって言ったらね と辛いですね。とかあってやっぱりそうだったんですよ。それで僕もねやっぱりそうだよなと思ってそうだけどまあ本人がねここまで言うんだからいいよと思ってで、やってったらねまあ1年たちにね長くやろうって最初から決めてたんでそしたらなんか世の中がそんなムードになってきましたね君たちはどう生きるのかそれを問われる時代。 僕は内輪ですけれどすごいなと思ったですね宮崎駿は時代が追いついてきたというう。時代が僕は本当のこと言うと君たちはどう生きるかって聞いた途端ねこれはさすがに年取ったのはだめだなと思ったんですけれどだんだん世の中が近づいてきてね非常に哲学的な問いかけ ですよね。でも真剣にね、まあどこでね、自分の中にね、じゅ僕はこうやって生きたっていうのは、はいでそれをね、やってみたい。うん。あ喋ってますね僕。いやいやもっともっと。結局だから2016年のその7月の段階ではもちろんコロナもなかったし、ウクライナ戦争もなかったわけですもんね。そうです。うん。なんか文章書いてきたんですよ。ほう。読んで。はいはいはい。なんとなくの コンテというかあらすじというかい,やい,やいきなりこう書いてるんですよああみっともないことは分かってるって<ー>何かって言ったら、はい、引退したわけでしょう。そうでしたね <laughs> もう一回復帰するわけでしょ僕なんかもね堂々と <laughs> みっともないですよって, <laughs> <laughs> てもう呆れはずなんですよねもう一回作りたいって、はい <laughs> なんて、<laughs> あんだけ盛大なね盛大な引退会見,退記者会見をで僕ね、はいまあ、こう言っちゃなんですけれどもねもう今数えると1978年ですから45年、うん、うんうん、僕は青春を捧げたわけでしょ、はい、<laughs> これで今またやりたいってことは僕にね、はいはい、老後も捧げろっていうことでしょ。<laughs> <laughs> 冗談じゃないですよ僕ね書いてあったら何かって言ったらね、作りたいの一言なんですよだから皆さんね校内内を遂げたこれ映画監督だけじゃないけれどいろんな方がね、最後にもう一本って「成功したやつあると思います?」ってそんなこと言ったんですかそしたらね 聞いてないんですよ。何っていうか、いやだから、ね、黒沢さんはじめ、みんなね、いろんな人が映画作ってきたけれど。最後だって踏ん張ったやつで、面白かったやつ一本でもありますかって言ったらね。答えないんですよ。作らせて。これ繰り返す、繰り返すんです。みっともないの分かって。るもうね、本当に詰まったんですよ。これでね、最後はね。これはね、罠なんですよね。彼はもう。 その日にねこう言ってきたんですよ20分だけ20分だけね短編ってことですかいや絵コンテを描くってどでこの絵コンテを描いて鈴木さんが読むで先にこう言うんですよ上手なんですよだめだったら言って俺すぐやめるからさすがですね宮崎さん上手なんですよね分かってるから。 だから率直に言ってくれれば俺やんないから何言ってんだろうってそれでで20分書くのに7月でしょ7 8 9 1 0 1 1 1 2半年かけたんですよ20分分の絵コンテに半年忘れもしないですよ12月の末ですよこれも覚えてますよ金曜日ですよこれでちょっと見てってうん 見てっていうのはね、週末だったんです。だからね、で週末読んでその答えを欲しい。で僕ねうまいですよね。いやもう完全にも僕巻き込まれたんですよ。ねもう絡め取られてる感じしかないですけどね。俺でそれ読んだらおしまいでしょ。俺でとにかくねダメだったらダメと言ってっていうこれがすごいですよね。いやすごいですね。上手なんですよ。 これだめならだめと言ってってことはもうやるよって意味でしょ世界の宮崎駿に誰がだめって言うんですかねで金曜日でしょ土曜日読まなかったですよね読めなかったんですか読みたくないんですよこれで家帰ってね日曜日結局夜まで読まなかったえ でも次の日の朝、はいはい、待ってるわけで,しょですよね。で呼ばなきゃいけないでしょ <laughs>、はい、読んだんです。はい。面白いんですよね。日曜日の夜読んだら、面白い。僕ね、僕ね、作家かと思ったんですよ。お<う>僕が。僕、はい、ね、十二時回ったあたりで、もう一回ね、ここ読んで。それ面白いんですよ。だけれど、どうしようか。 だって嫌ですよね <laughs> い<や>だってもう長くかかること分かってるんですよ <laughs>。で,ももうで次の日の朝、はい、僕ね朝起きてすぐね、はい、もう葛藤ですよ車の中で僕自分で運転するんで、うん、これで要するにやるやらない <laughs> ねほんで僕ね練習したんですよ練習っていうのはね「うん、皆さん申し訳ないけれど面白くない」って。<laughs> はい <laughs> そんな心にもないこと、ね、いやこれ言わなきゃいかんと思った<や>だってたった20分だから <laughs> 次の20分書いたらねつまんない可能性もあるしそれどころか、うん、死んじゃう可能性だってあるわけですよもうで本人はね俺のね親戚で、ね、80を超えて生きたやつは誰もいないんだって言い張ったたて、ね、したしねそ,その時もう70代の終わりだからで僕はもう車の中でこうやって運転しながらね、はい 彼のアトリエまず行くって決めてたからこれでもう自分で固く決めましたよよし今日はこれ大真面目に本当にやめようと思ったんです皆さんやめましょうって練習しました一生懸命どういう声で言おうかなとこれでやってたんですけれどねこれで着いたでしょこれでね彼のアトリエがあるでそこをこうやって開けたんですね待ってたんですよね開けた途端ですよ コーヒー飲むもう完全もう十中にはまっているというかもう完全に宮崎さんペースで進んでますねもうこれこの物語でねコーヒー何回もねあれだけどコーヒー飲むって言ってわざわざ迎えてくれたの初めてですよこれでやり始めたでしょうんうんざりですよねでその後のやりとりがめちゃめちゃ興味ありま簡単ですよもう本当に簡単ですよもうそれ見た瞬間にねコーヒー飲むことこコーヒーに僕はね で、心を動かされるんですよ、もうやる気はないのかなと思ってね、でも時間かかるわけでしょ、僕の青春は、青春時代のロゴはどこにあるで来たんですよ、コーヒー持って2人きりですから、そしたら、黙ってんですよ、今度は、ずるいですよね、で、コーヒーを置いて、で、お互い、こうやってすって言わなきゃいけないわけでしょ、つい行っちゃったんですよね。なんんて言ったですすか。かやりま 全然練習してたのと逆ですね。それね。<laughs> コーヒーでね。はい、ちょっと騙された。<laughs> そこから動き始めたんですね。2016年の暮れから。はい。もう嫌でしたね。いや、でも、そこからだって。一分作るのに一ヶ月かかったっていうなんかインタビュー読みましたけど。だいたいね。はい、あの、あ、いや。あれなんですよね。絵コンテはね。はい、だいたい二十分で、うん。 なんていうんですかね、四か月とか五か月かかるんですね。まず、はいはいはい。で今度はそれをね絵にするっていうのはあるんだけど、まあとにかく今回は絵コンテに三年かけました。なるほど。はい、かけました。全部百二十分ぐらい。そうですね。ね、それを完成させるのに三年。三年かけました。絵コンテだけで。はいはいはい。で途中でもうね、絵に入ろうって言い出したから。はいはい。もしあれば。でも同時並行で絵コンテと絵を。でね、もうあれなんですよね。僕あのなんていうんだろう。 もういくらね、気持ちはあって絵コンテはかけたとしてもアニメーションができるかどうかわかんないでしょでもやると決めた途端にね僕、あるアニメーターを探したんですよ。要するに彼より上手な人もう追いぼれてるからどうにもならないと思ったんだけどやっぱどうせ連れてくるならすごいやつにしようと思ってねまあ本当にすごいのが一人だけいたんでこれでまあその人ね連れてきて。 でも連れてくるにはだって、結構大変でしたけどね。まあ、別の仕事にかかってたりするわけですか。ですね。ああ。だから、彼の名誉のために言うとね。はい。自分がやらなきゃいけない仕事がある。うん。うん。それをね、こっち引っ張ってくるわけだから、その監督のところに、まず。まあ、人事を切るという。はい。はい。それはだって。それはそうです。顔色変わりますよね。はい。はい。これ、いきなり言われましたよ。うん。あの、鈴木さんね。はい。僕の作品、これから始まる。なんかもう、本田さんかとか書かれてますけど。あ、書いてあるんだ。 喋ってますだからこれ新、ね、エヴァンゲリオンの、ねはい、絵の中心人物なんですよ。はいはい、でその人をね、はい、そしたら安藤がね安藤さんが今からね、はい、プロ野球でいえばシーズンが始まる、はい、そこでいきなりね4番打者をねトレードでよこせと「はい、それありますか?」と。 いい言い方しますよねいちいちセリフがさっきから立ってますよね僕ねかっこいいと思ったんですよ安納がだから俺は頭下げて頼んでんじゃないってそしたらね反応がちょっと失敗したんですよどうするか本人次第ですからって言っちゃったんですよね勝ったと思ったんですよねこれで勝ったんですよそれで本人を本人だからねそしたら本人がねやっぱり最初ぐちゃぐちゃ言ったんですよ 僕はエヴァやっぱりやりたい。あ、そうです。十区からずっとやってたんです。はいはいはい。だけど宮崎さんのやつもやりたい。そうですよね。ね。だから僕は簡単に言ったんです。あのさ物事ってのはね単純化するといいよ。ってだからそいつがね何ですかっていうからね。仕事ってのは二つしかないって言ったんです。はい。ね。やりたい仕事か。うん。やらなきゃいけない仕事か。名言。うん。その通り。だからね余計なこと言わなかった。わかりました。やります。 さすがの口説き文句ですね、それ。俺も使わせてもらいます。よ。いや、苦労したからね、出てきたんですよ。<laughs> そう、用意してたわけじゃないから。ああ <laughs> <ー>。で、こっからですよ。はい、はい、はい。それで、まあ。アニメーターも用意できて。またでしょう。はい。さあ、宮崎駿ってのはね。うん、まあ。なんていうのかな、若いですよね。おお<ー>。普段ね、うん、得意な彼のやり方、いや、なんとか。うん、シーンの作り方ってなんですよね。うんはい、はい、はい。 普段自分がやったことのないようなやつをね、ええ、その彼にやらせようとするんですよ。<ー>分かります<ー>できるかって言って。えー、それは試してるんですか試してるんじゃないですよ。意地悪ですよ。意地悪なんですけど。<laughs> だって自分が作る作品では絶対それそんなシーン作んないんだもん。かだから今回ねその彼を呼んだことによって。<laughs> なな、んていうのか彼の作品の中に出てこないようなシーンがいっぱいできたんですよカットが。えあれ僕びっくりしましたね。もう80日帰っていのにねまだなてうんですか色気まんまんやっぱりじじいの底力ってそこ張り合っちゃうわけですか要するにだから張り合うっていうのかね追い出したかったんですよせっかく追い出したいんです関係ないんですよ出てきたのにそうそれを自分のエネルギーにするんですだから僕見ててね 本当にびっくりしたのはね、まあ、そういうことは言って構わないんで、要するに、自分は普段ね、描かないような。ね、カットを書いて、で、そいつに苦労させるでしょう。で、それを見て、にたにた笑うから、いいものができるんですね。へえ。戦いですよ。そう思いました。めちゃめちゃ面白いですね。本当にすごい男だなと思いました。へえ。僕はプロデューサーでよかったなと思いました。 そのでも何て言うんですかドロドロしたというかふつふつ湧き上がるものが全然枯れてないのがすごいですねだから追い出そうちんともう本当は追い出したいんですもん今でもあ今でも完成してその頃は当時追い出したかったんですよ<ー><ー>俺ね追い出してさあどうするって僕に突きつけたようでそれと本田さんムッとしたりしないんですか いや、彼はねそれを受け止めたですよ戦ったですよねへこれねああでもないこうでもないっ言って宮崎へイチャモンつけるんですよねすごいっすよでもまあそれはね彼のエネルギーですよ僕はそうう。思すごいですねもうんかもうさっきからすごい天才同士のぶつかり合いすごいものが出てきそうってみんなめちゃめちゃもう楽しみに盛り上がっちゃってますよ 公開前からだから宮崎駿は僕にこう言ったんですよ「鈴木さんさ」って言うから「いやある時ね二人きりに「煩悩ってどういう意味だと思う?」って「え煩悩ですか皆さん煩悩ですよね」って言ったら「そうだよ」って「煩悩とは生きるってことだ」ってなるほどうぞ頑張ってください」要するに死ぬまで煩悩から逃れられないってことですよね人間はね。 だからそこでいい人になったらもう作れないもんはいはいさまざ、あ、まな欲を抱えて生きてるわけだからでもうもう今ほとんどできちゃったわけでしょはいはいまた作りたかったもう嫌になっちゃうんですよ<え>えもう作りたかったんですかもう <laughs> まだ人に見せてないんですからね枯 <laughs> れないですねもうやっぱ死ぬまで煩悩からは逃れられないですね一時ね枯よようとしたんですえいつ頃ですかい随分もう20年ぐらい前かな何を何取ったあとぐらいですかね 天と地への。あ、あれは、まあ、一つのね。まあで、ね、でも、もう無理ですね。死ぬまで、これで行くんですよ。うん、<laughs> 作り続ける。そう。うん、黒沢さんもね、悩んでたじゃないですか。うん、まあ、そうですよね。あの人もね、枯れようとして失敗した人ですよね。いろいろやってました。まあ、あだだよとか、いろいろとってましたよね。だから、アクション映画得意な人はね、はいはい、枯れることは不可能。うん、これは、僕と持論です、うん。だって、どうやってやるんですか。 アクション映画得意な人が出会って枯れるんですから。確かに。まあ荒ぶるものをずっと抱えてき続けるとそ。そうです。で、まあ、ね、そうやって戦いが好きなんです。うん。僕はそういうの好きじゃないですから。<laughs> いやこのいやものものすごいお話面白いんで、これはウェビナーをご覧の方々だけでではなくて、これ来月の7月の10日発売の月刊文芸春秋にもこのインタビューを<え> <是非 S 1> そうなんですか？掲載させていただきたい。 気持ちになってきてるんですか。まずいです、ね。そ<う>こ,こになか書いてありますよ。トー,トークテーマて。全然それと関係ない話をとしてますけど、うん、まあそれはそれで置いといて。うん、あそうですか。7月の14日発売で7月10日発売の文芸春秋ということは、このタイミングなら少しちょっと情報を出せたりするい。いっぱい出したじゃないですか。いやまああのメイキングの部分のカットはめちゃめちゃ面白かった。いね、はい。あれなんですよ。はい 多分十四日いろんな方見るじゃないですか。そういろんな人がいろんなこと言うと思うんですよ。どれが正しいかわからない状態にしたいんですなるほど、なそれがみんな楽しくなるわけじゃないですか。もう中身はもうじゃ絶対出さない。絶対出さない。絶対出さない。なんか好きなこと言ってますね僕。いやいやいやもう本当に見たくなりますよねやっぱそう言われると。うん完全にもうだの十中にはまってますよ。違いますよ僕やっぱりね。 僕文言春秋ってね、恐るべきことにね、大学時代から読んでるんです。ありがとうございます。本当に僕ね、これ人前流の初めてですよ。本当ですか。本当。ありがとうございます。いや当時ね、月刊月刊文言春秋をね、学生の身で何しろ学生運動の時代でしょ。読んでるっていうのはね、よくないことだったんですよ。わかります？結構。 左翼じゃなかったですか、ね、いやだから読んじゃいけない、はいね、だからよく文芸春秋なんてか、ね、だからもう内緒にした禁書というかねそうだからその中でね北柳大蔵さんなんかがねはい、はい、実力者の条件とかして書いてるわけでしょはい、はい、あんなの読んじゃってね、はい、面白いなと思って <laughs> <laughs> いけなかったですねああ、だから学生運動的なものに関わりつつもでもやっぱり文春的なリアリズムというか人間臭い世界 そうだったですねそれはありますね。うんいやまあ映画のね「ね君たちはどう生きるか」については今後も根掘り葉掘りなんとかいろんなアプローチをしようとは思いますが今日のもう一つのテーマは私が勝手につけたタイトルで「鈴木敏夫はどう生きるか」っていうテーマなので私は鈴木さんの生き方そのものにもすごくやっぱ興味関心があるので。大したことないですよいやでも やっぱプロデューサーというものの見方が随分変わりましたよね。あ、そうですか。うん。プロデュー,サーやりたいと思わなかったですよ。<laughs> 私の中ではプロデューサーと編集者ってやっぱ非常に異なるところが大きい。それ,うん、それはそう思います。した実編集者もされているわけだからだと思うんですけれど、何よりやっぱ編集者って表に出ないじゃないですか。す黒子じゃないですか。そうですよ。そしたら出まくってるじゃないですか。 お前に言われたくないって言うかもしれませんけどだから僕いい機会だからちょっと言い訳をさせていただけますか僕実言うと宮崎とは直しか以来ずっとやってきたじゃないですか僕一度もメディアの取材受けてないんですずっとそれがねそうじゃなくなったのはもののけ姫ですよあ あそこからなんですね。で、なんでか。はい。はい。はい。宮崎駿がね、僕の部屋に怒鳴り込んできたんです。で、なんでかって言ったら、僕ね、宮崎駿の取材のね、日程表って作ったんです。はい。はい。で、それをね、ある人に頼んで、本人とか持ってって。はい。そしたら、その紙を持ってね、僕の部屋に殴り込んできたの。おお。映画を作らせといてね。取材まで受けろかと。なるほど。でね。 鈴木さんは何やるんだと本来これは鈴木さんの仕事だろうってこれなんですよそうですか俺はもう一切ね取材を受けないってそれでねまあジブリって日本テレビとかししいじゃないですか日本テレビも困っちゃったんですよもう宮崎さんがね要するに取材を受けてくれたねそしたら奥田っていうのがいてこいつがねいろんなこと考えてね何考えたかっていうとね僕に内緒でね 鈴木敏夫有名人計画っていうのを立ってたんですよ。あ、そうだったんですか。そうすればね、ええ、宮崎さんに取材しなくても、番組が成立するだって。だ、うん、な,なるほど、なるほど。ろくなこと考えないですよ。あ、ちゃんとした計画のもと有名になったんですね、鈴木さん。僕、別に、泣いたくな、ない <laughs> そんな嫌でしたよ、僕は、あの。 僕はね新大さんと違って表出たいタイプじゃないいや俺も出たくないですから本当に誤解されるからやめてくださいこれ本当にもうかう有名ですよね出た上がりでいやもうひどい人だなあそう鈴木さんには言われたくないですいやいやそんなことないですよだって一応驚くのは鈴木敏夫とジブリ展ですよジブリより鈴木敏夫が先に出てますからねもう展覧会のタイトルになるほどね ネタ切れなんんでですすよいやいやジブリの展覧会っっっててずっとやってきたもう30年ぐらいやってるからいよいよ亡くなったんですよ。はい、それでね担当者が僕とこに来てね、はい、これをやりたいんで <laughs> 見たら鈴木敏夫とジブリって <laughs> 本当に恥ずかしかったですよねやっぱりだってもう前に来る人が、まあ、リーダーというかもうシンボルじゃないですかもう内山田宏とクールファ5みたいな, <laughs> なんか鈴木敏夫とスタジオジブリみたいな。いひどいこと言 新谷さんも最低やればいいじゃないですか。え何がですか。もうやめてください。<laughs> もうだってあそこにデタ割対決って書かれてますよ。それからも早速も, <laughs> も書かれてるから。もうまずいですよこれ。もうまずまず文春の中での立場が悪くなるから。ね、<laughs> いや文芸春秋面白いですよね。そう。いやちょっとじゃあ文芸春秋を褒めてください少し。いや僕はっきりですから。あれなんですよあの <laughs> 変な話僕ね。はい。 例えば田中金脈の号、はいはいはい、未だに当時買ったやつ持ってますよ。ありがとうございます。嬉しい。貴重でしょう？貴重ですよ。こ立花さんのね。立花さんの、はさんがね、僕あれも持ってますよ。あの文春でね月刊の方で。共産党。違うんです。もっと前なんですよ。ジョージアキアマってわかります？ジョージアキヤ。漫画家なんです。ああはいはいはい。はい。その闘争日記を書いたんですよ。 立花さんそんなに書いてたんですよ。知らないでしょあれ。私が知らないでしょ。すみません。ほぼそれがデビューなんですよあの人だから僕ね、僕ジョージさんと親しかったから、それで立花隆っていう人に興味あったんですよ。なるほど。これ何だかっていうと、俺何も取材しないでこんなの書きやがった。ジョージさん怒ってたしね。でそれをね、立花さんに聞きたくてね気がいたんですよ。これ YouTube で一回切るんじゃ。いいっけ えあもうそろそろえもうえまだ終わりじゃない,い違うんですよあのー、<え>これ九十分番組なんですけど,ど最初の三十分は YouTube で無料でご覧いただいて、はい、もう今今日なんかめちゃめちゃ面白いから、はい、今日見たい人は会員登録してくださいっていうビジネスモデルでやらせていただいて,してカメラはカメラの方見てやってください <laughs> ということもうもうそろそろですねはいあのー、円竹永ではございますがわ <laughs>、はい、かりました。 <laughs> えー、YouTube でご覧いただいている方はここまででまあこの後もですね当然ながらあの皆さんが一番知りたい、えー、君たちはどう生きるかの中身も含めてですね様々なこう爆弾発言が取り皆さん課金してくださいまあそういうことですね一言で言えば <laughs> ということで引き続きぜひご覧くださいよろしくお願いします だからみんな勘違いしてるんですよ根本的な。奇襲と速度すべての作戦だ。うん、中立でなければならないっていう建前になってると。主権を尊重してこなかった。うん、だからみんな勘違いしてるんですよ根本的な。奇襲と速度すべての作戦だ。うん